結局泉には押し通られてしまった。ネーネーの後ろで休んで、ナキ。だ、ダメさ。チヨネーもフロフロさ。ここはチガネーが。互いを気遣う姉妹愛。人間であれば痛み以外があったのじゃ。お主らをネチネチといたぶったところで、わしらの力がたまるわけでもなし。いい加減消滅してくれると嬉しいのじゃが。後ろから。覇者検証、クオンの実情を果たさん。圧縮された御霊のイカチ、この技は。さすがにこの状況を見過ごすわけにはいきませんわね。癒しの歌よ、皆に光を、ですわ。ラーラーラー。何さ、体の奥から力が。あなたたちは天が五剣が一振り、オーデンタ三つよですわ。同じく天が五剣が一振り、ジュズマル常継ぐ、遅ればせながら三条つかまつりました。琉球三宝島の皆さんは今のうちに体制を。ここは私たちに。オーデンタさん、ジュズマルさん、どうしましたの？大声を上げて。お二人のうちどちらでも構いません。小ガラス丸様や本部に連絡を取ることはできませんか？私たちのそばにいたカラスではあちらに全然。今は一刻を争う事態なのです。早くしないと。お兄様が。そう言われましても、うちたちが預かっているカラスも先ほどから声を届けてくれないんです。東京に満ちたこの邪気のせいだと思いますが。そんな。何にせよお話は後にしましょう。ええ、まずはあの魔が月を払わなければいけませんわ。天が五剣が二人とも、厄介な状況に変わりおったわ。司令の周りに光の陣のようなものが。星読みが始まりました。これからほんのわずかな間ですが、この国を囲う結界の力が弱まります。もし魔が月たちが現れた時は皆さん即座に。ふらついています。まさか水地たちに。司令、まさかそんな。水地は。ご了承てオロチ。結界にマガタマが。制御が戻らない。私が掌握したからね。面白そうなものだったから生かさせてもらったよ。これでそちらは広範囲の感知はできない。彼岸五将たちの力もまたより増したものになる。人や御剣たちにとってはこの上ない絶望。楽しい世界になっただろう。水地。正解。私はここにいたんだ。
ずっと君たちのそばにね。